久野康成の毎日が有給休暇。本日の格言はこちら、遊んでいるのではありません、遊んでいるように見えるだけです。社長っていうのはね、よく昼間からゴルフに行ってるでしょどう見たって遊んでるじゃんね、うん、私もあの30代の時 JC っていうところに入ってた、うん、青年会議所、悪名高きね、誰が見ても遊んでる会じゃんそう見えるじゃん、だいたい遊んでるように。まあ実際遊んでるんですけど、ゴルフやったりね。だけどそうしながら本当に遊んでる人と、本当にそうやりながらも考える人がいてね。で私はあの独立して、ね、2、3年経つとね、普通のオペレーションは全部社員にこう任せるから、体自体はねもう楽になって、何もしてないように見えるじゃん。そうするとよくかみさんからさ、あなたは何もしてない全然仕事しない。でもね、私が仕事してたら、体使ってね、会社は絶対大きくなんない。トップは遠くを見るね、船でいうと上のマストの上の見張り台にいてさ、氷山にぶつからないかとかさね、岩礁に乗り上げないかとか見張ってなきゃいけないのよ。見張り役の仕事っていうのは何もない状態じゃん。甲板掃除して見張りなんてできないよ、でしょ。見張り役っていうのは何もないことが大事でね、それで仕事ができるわけよ、見張って。だからトップっていうのはね、より遠くを見なきゃいけないから、通常のオペレーション業務に入っちゃうともう見えなくなっちゃうのね。だからゴルフやりながらとかそうしながらも遠くを見て、遠くのグリーンとかじゃないの遠くのね、まだ見えないビジョンを見ようとかね、会社をどうしていくのとか考えてる。これ考えてる時に社員からすると、何にもしてないんじゃないのこの人って、本当に仕事できるのかしらとかってよくね、俺もね疑われるまあ昔したからね、仕事大体わかんです。ここがポイント。どん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 社長が忙しくなり、社長の時間が限界に来た時に、まあ売り上げが、成長がストップしてしまう。自分の今までやってたトップセールスの仕事を部下に任せて、自分のやってることを標準化させて、仕組み化し人に下に下ろしていくって仕事が必要なんですね。中小企業だから忙しい。忙しくしているから、中小企業のままになってるんですね。今年の成果ではなく、未来の成長にこだわる。どっちに経営者はこだわる？成長にこだわれば、短期的な痛みっていうのは受け入れられるんです。